はい、皆さん、こんにちは。フリーザですよ。嘘ですよ。あのですね、今日はですね、前回の動画でお世話になったクーさんのために、光のフライパンを作成していきたいと思いまーす。イエイ。というわけで、やっていこうと思いますが、まずね、ハウジングを、ね、昨日ね、結構な時間をかけてやったんで、ちょっと見てもらいたいのと、あとね、ちょっとね、ツイッターの方で、まあ、ツイッターっていうかね、まあ、ちょっと連絡が来まして、昔ね、あれなんだよね、話した武勇伝とかをもう一回やってくださいみたいなやつが来たんで、それもやっていきたいと同時にやっていきたいと思いますね。昔の動画ってあんまりね、やっぱ見られてないんで、また最新のところで面白かったんで、もう一回話してくださいっていう、のがあったので、それも話していきたいと思います。で、まあね、痴漢をね、捕まえた話、痴漢じゃねえな。盗撮捕まえた話とかもう一回してくださいとか言われたんで、もう一回、じゃあ、改めてしていきたいと思います。でね、まあ、ハウジングはですね、まあ、新しいのちょっと課金してみました。ね、2000円ぐらい課金して、ちょっとやってみましたね。これかっこいいよね。これね、色変わります。触ると。ね、この色と、ね、前の色。あと消えちゃうんだけど。この2色。この竜みたいな、大間さんみたいなやつも同じ色ですね。で、まぁ、こんな感じで、畑もちょっと、この炎の闇の領界の炎らしいんで、ちょっと闇縛りをね、畑にしてみました。雰囲気合わせて。あとね、これちょっとね、俺が大好きなウエディのお姉さんは、ちょっと、あがめてみました。庭ってさ、これだけ置いたらもういっぱいなんだよね。うん。あとはちょっとね、もうすぐ冬なので、クリスマスツリーを、俺がお気に入りのクリスマスツリーをね、ちょっと置いて。でね、綺麗だからこの木を置いて、みたいな感じでちょっと庭をいじってみました。後ろの方、あっちの方は何もないです。じゃあやっていこうぜ。やっていきますからね。家の中もちょっと変えましたからね。ちょっと見てくださいね。はい、家の中はこんな感じにしました。2階はね、なんもないです。2階はね、もう、ない。1階で家具全部、満帆になっちゃったから、こっち側はちょっと話すスペース。で、コンセルジュが寝てて。あ、そう。このね、セラフィーのよちよち、ね、誕生日。ね、この前ちょっと誕生日だったんですけど、手紙。こんなものが送られてきまして、もらった手紙。まず、ペペポンちゃんからね、絵はがきが届きまして、はい、これですね。ブルーシャインへ、ハッピーバースデー。いつもチームのためみんなのために、ありがとう、ペペよりということで、ペペちゃんからこんな可愛いね、お手紙とともに、ね、この、セラフィーの、この、よちよちするやつ、が送られてきました。ありがとう、ペペちゃん、本当に。ね、可愛らしい。ね、ペペちゃん大好き。とですね、もらった手紙で、クーさんからも、お手紙いただきまして、お誕生日おめでとうございますということで、もらいまして、で、クーさんからは、ギュットヒューザをいただきました。ね。ギュットヒューザをいただきまして、サブの方にね、送らさせてもらいました。女の子なんで、サブ、ほぼ。なんで、キューザ好きということで、サブの方で、今、腕につけております。オルージュですね。オルージュの腕に今ついております。ありがとうございます、クーさんね。で、ここはね、カードの占いの、やつです。占い。占いのシンプル台が置いてあって、あとは、これ、4つ重ねました。ね。こんな感じです。ハウジングはね。ね、こっからね、気づきました。手が出てるんですよ。ね。手が出てるんですけど、中に、ウェディの、マネキンがあるんですけど、見えないですね。手がちょっと出てます、これね。もうこんな感じですね。こんな感じで、ちょっと、部屋の中に草生やしてみました。どうですかね。というわけで、やっていきましょう。あ、これもヒストリカ言うか、猫に、地味に。で、ヒストリカのオールゴールをね、かけて。あ
あれ勉強中の設定ですから、あんな格好してますけど勉強中の設定なんで。ではフリーザで職人をやっていきますからね。でですね、今回はクーさんのためにということで、こちら使っ、まだ作ったことがないんですね、私フリーザ。職人家事のための機械のフライパンのレシピを買ってまいりましたね。グランゼド、グランゼロ、ゼロ、ゼ、じゃ、超簡単。グランゼドーラにね、売ってますのでね。ぜひとも、皆さん、グランゼドーでレシピは買ってくださいね。はい。初めて作りますから、ドキドキしてきました。では、行きましょう。素材も、あらかじめ用意してきましたのでね。では、道具を作っていきましょうね。初めてなんで、で今までは星2を使って今来ましたが、星3、ね、大成功狙っていきますからね。光のハンマー。星3で、フライパン。この辺も作ってないんですけどね、大丈夫でしょうか。いきなりね、レシピだけ覚えて全然家事職人やってないもんでね。では、光のフライパン作っていきますからね。スタート！光のフライパンはですね、ちょっとあらかじめちょっと勉強してきたんですけどね。温度的には100、温度的にはじゃない。あれですね。あれです。まず温度は200ずつ。なんだ、とにかくですね、これは下がらないんですね。オーバーしてしまったら光の虹のオーブみたいに下がらないので、これはですね、ちゃんとしっかり入れていかないと、もう過ぎたらそこでおしまいだと思った方がいいですね。なのでまず火力上げを2回いたします。でこれです、一マスの威力と回心率がアップ。これをうまく利用して使っていかなければならないのですね。これをうまく使ってやっていくっていうのが機械のフライパンの真骨頂。ね。この、回心、威力と回心アップをうまく利用して、入れていかなきゃいけませんからね。ここ打ったらどうなるのかな？過ぎちゃいそうだな。怖いな。まずはここで、試しに打ってみますね。はい。で、温度が今、1550度まで下がりましたね。で、次の回心は1600度から200下がって1400度で次の回心が来るんですね。熱風おろしは150度下げてなので、ちょうどこれを一発打つことによって次の回心の場所が決まるわけですね。なので打っていきます。いきますよ。それ！はい、あそこになりましたね。あそこだけ回心率が上がってるんですね。で、先ほど超4連打ちしてこのぐらいでしたから、まあ大丈夫でしょうということで、ここに打っていきます。もし回心が来たならば、右上が、ピュイーンなるはずなのでね。それ！こういうことです、こういうことです。皆さんわかりましたかね？こういうことですからね。で、次が、1400度。1400度で、あ、違う、1200度じゃない。1200度。もう一回熱風おろしをすればいい話なんですけれども。ね。でも、ここで一回火力上げをいたします。なんて、これで1650度まで上がりましたので、あと一発打つことによって、もう一回、あの回心が来るわけですね。というわけで、ここに超4連打ち。あそこに回心率が上がってきましたね。ここで狙い撃ちをして、さらに回心率上げて、ピーンを狙ってもいいんですけれども。それでは、もしミスった時にですね、オーバーしてしまいますね。確実に。なので、ここは、そうですね。ここがちょっと、使わないといけましょう。この辺だったらいいんですけどね。これも運ゲーなのでね。上下打ちします。はい。
99ですね、残り。できれば集中力を温存していきたいんですけどね。熱ふおろしをしていきましょう。そうですね。ここだ！よし！入ったはいいんですけどね。あそこだと、困りましたね。困りました。試行錯誤中ですからね。ここで狙い撃ちをして一気にピキンって入れるのもありなんですけどね。これは賭けなんですよね。そうなると賭けになってくるんです。でも光のハンマーを信じて狙い撃ちをして見てもいいかもしれませんね。ただミスった時は終わりますからね。このフライパンは台無しになりますからね。ちょっと待ちましょう。ちょっと待ちましょうね。でも、回心を入れていかないと星さんはできませんからね。ビビってる場合じゃありませんかも。あれ、ないかもしれませんね。動揺してますね。賭けに勝ったぞ、私は。宇宙一だ。さあ、ここからが問題ですよ。あと77でいかに入れていくか。まず左上入れちゃいましょうかね。それ！よし！いいですよ。いい調子です。次ですね。ここも入れたいところですけどね。だけいいんです。入っただけマシ。入らないよりかはマシですね。ではここで斜め打ちをしていきましょうね。それ。あそこで回心率がアップですね。ここで狙い打ちしてピーンってなってピキッと入ったら最高なんですけどね。ただ、消費集中力が心配ですけどね。やるしかありません！ああ！まあ、分かっていたことですけどね。2倍打ちの方が良かったかな。とりあえず叩きましょう。ああ！やっちゃった！やっちゃいました！あそこやっちゃいました！ああ！どっちにしようとあんなかったけどな。そう！うわぁ！なんてこった。難しい。ちょっとね、あの狙い撃ちが計算外だったね。狙い撃ちが計算外。もうすり戻っちゃってるけど、狙い撃ちがちょっと計算外だった。狙い撃ちでね、ピキンって入るわけないんだよね、あの距離でね。分かってたんだけどね。何しろ勘でやってくからさ、俺。数値とか見てないからさ。もう一回やるか。いや、むずいね。思ったより。もうフリーザいいわ。とりあえず。よいしょ。で、もう一回火力上げして、あと一回打ったらいいんだ。ここで熱風下ろしはしないよ。ここで熱風下ろしはしないよ。これ熱風おろしでしたね。ここで、ちょっと集中するから。
こで狙い撃ちはちょっときつい。いや、まあ入りゃいいんだけどさ、これ入っちゃったら左上どうすんのって感じだもんな。消費集中力の問題なんだよな。よし、まあとりあえず入ったけど、あとこの5箇所、残った5箇所を全部狙い撃ちにしないとまずいかもね。狙い撃ちでピキンって入れていかないと。で次温度がね、1600度、200ずつだから、1600度で多分っていうかね、150度下げたら確実に会心のあれが来るから、熱風下ろし、よし、ラッキー、今のはラッキーで、これ会心でしょ。斜め打ちだと7か。これこれしていこうか、とりあえず。まあ入らないとは思う。ピキンはなんないけど、とりあえずして、次は1400度、で、なるから、ここで熱風下ろしをしていく。はい、あそこに会心が来た。あそこに会心か。ここで2倍打ちしたらどうなるんだろうね。いや2倍打ちしたらギュンってなっちゃうんだよ、ね、多分会心だったらいいんだけど、いやここはちょっと押さえておこう。とりあえず全部入れることが先決だよな。危なかった危なかった。2倍打ちしたら完全にビーって言ってたね、会心が入んなかったら。で、狙い撃ち、よしで狙い撃ち、うわ危なで、次の200度で狙う、あの会心が来るから、上だと下だった下の方が狙い撃ちで入る確率があるから狙い撃ち来い。でここで狙い撃ちだ。負けたー、賭けに負けたー、賭けに負けたわ、これは。賭けに負けたわ。星さんを作るというね、賭けに負けた、俺は。いやー、きつ。きついなー。星さんとかなかなかできねえんだな、やっぱり。素材足んねえか。ちょい買ってきます。いやー、いや結構難しいんだよね、やっぱりね、光のフライパンとかね、意外と難しいんだな。俺職人はさ、一応51レベルなんだけどさ、それでも足んねえんだなと思って。いや足りてるんだけど、やっぱりね、あれ賭けだよね。やっぱ狙い撃ちであそこシピーンって入ってれば、星さんの確率あったから。もうあれ賭けなんだよな、あそこはな。ごめんね、ちょっと一服させて。ちょ、一服させて。ねえ。一服させてよ。ねえ。いやー。いや、この間に、あれしちゃうか。俺は盗撮捕まえた時の話しちゃうか。はい。
リーンの隣にちょっと失礼して、で俺がね盗撮を捕まえた時の話をしたいと思います。でね、盗撮なんでし、あ、あのね、俺ね都内の方で美容師やってた時あってね、で都内の方に通ってた時に電車乗ってたんだよね。で電車乗ってて前に女子高生がいたのね。女子高生がいて髪の毛すごい綺麗な感じでさ、すごいストレートでさ、ツルツルしてる感じね、キューティクルがいいみたいな。まあ美容師なんでちょっとそういうの見ちゃうところあるんだけど、前にこう電車って並ぶじゃない、こう矢印のところにさ、はい、ここにドアが来ますよってところに並ぶじゃない、一列に。あれで一列並んでたの。で目の前が女子高生で、であ、すげえこの髪の毛すげえキューティクルあって可愛いな、可愛いなとか綺麗だなと思ってた。マスクしてたよ、その子は。マスクしてたし、イヤホンしてたから。で、当時俺がね、22ぐらいかな。多分22、1、2、3ぐらいだと思うんだけど、並んでた。で、電車待ってて、で、ブーって電車着きました。で、乗り込みます。朝結構ラッシュで、結構混んでたんだよ。やっぱり、朝早かったから。で、結構混んでて、で、電車乗りました。で、俺ね、窓、あっち側の、こう、反対側のね、開かない方の窓側で、ね、に移動して、で、釣り革に捕まって、結構混んでてやっぱ座れなくて。で、釣り革に捕まって、携帯いじくってたの。で、携帯いじくってて、で、女子高生も、なんかドアの一番右端の隅っこで外側向いて、なんかいたんだよね。確か。で、携帯じくってて、で、その後ろに、野球部かな？野球部の、野球部ってさ、こう、肩からさ、こう、四角いでっかいカバンみたいのって、こう、背負うじゃない？で、背負ってて、で、そのね、坊主だったし、野球部だなと思ったんだけど、坊主で、バレー部か野球部かな？なんかでっかいカバン、四角いカバン背負ってて、でっかい。で、高校生なんで、その男の子だったんだけど、ね、顔がね、すごいニキビブチブチがいっぱいあって、なんか気持ち悪い感じの男の子だったんだけど、細身のね。で、その子がね、やたら、こうブーって乗ってて、最初こう、携帯でこうゲームかなんかやってたのかな、俺、音楽聴きながら。そしたら、目に入るんだよね。釣り革の位置と、ドアの位置ってさ、ちょっとドアの位置の方が前じゃない。だから、ドアの方の右斜め前に女子高生が目に入る位置だったんだよ。で、すげえまあ、結構混んでてっつってもこんなぎゅうぎゅうに混んでる感じじゃなくて、ちょっと人との人との間が30センチか40センチか50センチぐらい。結構空いちゃうね。で、そのぐらい空くスペースだったから、まあまあそんなに混んでなかったもん。で、何気なしにこう携帯いじくってたら、追加捕まえながらね。そしたら、やたらさ、その男子高校生がさ、女子高生にめっちゃ近いわけ。で、どんぐらい近いかって言ったら、もう、そんなに密着しなくてもいいじゃないっていう距離。なんだろうね、頭が、顔の、男子高校生の顔が、その女子高生の頭に10センチ、20センチぐらい近かったの。そんな混んでないのになんでそんな密着するんだろうなって俺をちょっと違和感感じたわけ。で、明らかに、その人、子たちはカップルじゃないわけ。絶対に。で、並んでる時も別個だったし、ま、女子高生は明らかに垢抜けてる感じ。ね、髪の毛金髪の、ちょっと、ね、ギャルって感じの、ミニスカートで、みたいな。で、男子高校生はもうブツブツで、なんか気持ち悪い感じ。気持ち悪いとか言っちゃあれなんだけど、気持ち悪い感じだったから、あれなんだよ。明らかに、男女比があったっていうかね、こう違ったんだ。で、カップルじゃねえしなぁ。で、俺は最初ね、その男の子がね、その女の子の匂い嗅ぎたいかなと思ってたの。あ、そっかと。朝こういう時に、こう、性欲をね、発散してるんだと。明らかにね、性欲を発散させてた感じの距離だったから、あ、女の子の髪の毛を嗅ぎたいんだなと思ったの。で、と思って。まあ、それでちょっとイラッとしてたんだよ。お前なっつって。なんでお前女子高生の髪の毛嗅いでんだよ、と思って。で、ちょっと俺ちょっとイラッとした。そこで。で、ちょっと見てたの。いや、ちっけえわ、あいつ、ちっけえと思って見てたの。チラ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 。そしたら、ガラケー、わかる？ガラパソ
ガゴス、ガラパゴス形態。パカッと開けるやつね。あれを、パカッとおもぐろに、こう取り出して、男子高校生が。で、携帯自由ならさ、こう、俺もそうなんだけど、釣り革捕まってさ、胸の上の位置で、から、あの、なんつうの、顔の近くでさ、こう、スマホとかっていじるじゃない。それをさ、あの、なんつうのかな、手を下ろして、ポケットの位置っつうの。携帯を取り出して、携帯をポケットから取り出して、ポケットのちょっと位置。な、自分の股間の位置。で、携帯をいじってんの。下向きながら。ね。で、なんか怪しいなと思ってた。で、女子高生のスカートの近くだったの。その携帯が。で、おうおうおうと思って、ちけえなと思って、まさか お前盗撮すんじゃあるめえなと思ったんだけど、そしたら、その男子高校生が、徐々にね、携帯を前にずらしていくわけ。で、前にずらしていって、女子高生のこのガラボス携帯のこの内側のカメラ、内側のカメラが女子高生のスカートの中に入ってる状態になったのわけ。画面も入っちゃってんのよ、スカートの中に。で、うーわと思って、え、これ盗撮やんと思って、ね、ムービーかなんかわかんないけれども、うわ、これ盗撮やと思って、もうそこで俺の正義のね、こう、血がブワーって、俺そういうの許せないタイプだから、ブワーってなって、で、もう差し込んだ瞬間に、うーわと思って、もうマジかよって思ったよ、俺顔に出しちゃったの。うわ、マジかよ、みたいな、もう目こう、つぶって、うーわと思って、やるなよとか思って。え、これ注意しなきゃいけねえよなと思って。もう社会人だったしね。ねえ。まあ、やってる最中に一番言うのがいいじゃん。もうね、取り終わった後で言ってもしょうがねえから。で、差し込んでる最中にね、おいっつったの。その、そいつに。で、なんか前の人も結構混んでたから、俺の方向くわけ。パッて。で、おいっつった瞬間に、スッてこうカメラ携帯抜いてスカートから。で、こっちチラッと見て、はい。ってなったわけ。はい、はい、はい、みたいな感じになって、お前撮ってんじゃねえ、こら、っつったの。お前ふざけたことやってんねん、って言ったの。小声で。お前ふざけたことやって、小声でじゃねえな、こんぐらいのトーンでか。お前ふざけたことやってんねん、っつったの。そしたら、何がですかみたいな。何がですかみたいになって、ブツブツのニキビがよ。ね。小坊主が。何がですかみたいな。何がですかじゃねえよ、つって。お前撮ってきたろ、今よ、とか言って。え？はい？みたいな。今、スカートに携帯差し込んでただろうがや、って言ったの。そしたら、いや、撮ってないっす。撮ってないっす。って言うわけ。いや、撮ってないですじゃねえよ、つって。見てんだよ、つって。お前、調子こいたことやってんなって、マジで、つって。朝からよ、つって。言って、で、女子高生はその会話に気づいてないの。気づいてないの。あの、イヤホンしてて、あの、外側向いてるから、電車のこう、ね、景色みたいに見てるから、外側向いて、携帯じって。で、んとね、女の子は気をつけなよ。ほんとに、イヤホンして、外側向いてね、内側向いてんだったらまださ、ほら、盗撮の可能性、ね、が薄いけど、やっぱイヤホンして、外側のドアの方向いちゃうとさ、後ろって全く見えないから、ね、できれば内側向く、まあ、気持ち悪いと思うけど、ちょっと内側向いて、そういう痴漢とかされないように気をつけるのが、いいかもしれないね。って思った俺は、その時ね。で、外側向いてるから女子高生気づいてないの、こっちの会話に。で、いや、どうしようかなと思って。で、このまま、で、携帯いじくってんの、そいつ。消してんかどうかわかんないけど。で、どうしようかなと思って、まあ、一応、ほら、データフォルダとかにパンツとか乗っちゃってたりとかさ、盗撮してさ、データフォルダとかにもしかしたら何件か、今までもやってたかもしんないっていうのをちょっとよぎって、ちょっと考えて、ちょっとしばらく、30秒か40秒、40秒ぐらいさ考えて、それ女子高生に言った方がいいのかなって思ったのね。で、一応言っとこうと思って、その女子高生次第じゃんね。で、知らされてないのは一番女子高生がかわいそうだなと思ったの俺はね。だからポンポンポンって肩叩いて、その女子高生ので、はいとか言って、後ろこっち向かれて、で、耳イヤホン取って、はいみたいな感じで言われて、あのねっつって、ごめんねって言って、あの、後ろのこの子いるでしょつって、こいつ、つって。その、男子高校生指さして。こいつが、あなたのスカートの中に、あの、携帯差し込んでたのよって、言ったの。携帯差し込んでたのねって。で、今注意したんだけど、って。え、本当ですかとか言って。え、本当ですかみたいな感じで、ちょっとその男子高校生を睨みつける感じ。え、本当ですかみたいなって。で、もしかしたら、あなたのパンツとかが映っちゃってるかもしれないし、スカートの中にか、
ガツ入ってたから、駅員さんに言ってあげようかって、その女子高生に聞いた、一応聞いたの。駅員さん言った方がいいかなって。俺、もしあれだったら言ってあげるけどって言って、言ったら、え？ってか、ちょっとやっぱ困惑するよね。え？ってなって、で、あ、はい。じゃあ、お願いしますって言うわけ。で、お願いしますってその会話してる時に、ブーってさ、電車がこう、ゆっくり、なったわけ。こう、次の駅に着いたの。で、次の駅に着いて、で、そいつの首根っこが掴んで、俺のこらっつって、そいつを電車からね、引きずり出したの。ね、ちょうど駅着いたから。で、バッて、駅からガンってこう、引きずり出して、もうみんなもさ、避けてくれてたの。俺が喋ってるの聞いてたから、みんなもちょっとドア開けてくれて、すいませんとか言いながらちょっとかき分けて、そいつを首根っこを掴んで、外に引きずり出したの、電車の。で、電車の外に引きずり出した瞬間に、そいつが、許してくださいすいませんでしたみたいな感じで土下座し始めたの。駅のホームで。めっちゃラッシュだよ。めっちゃラッシュ。次の駅も。結構、いい駅だったから、もうめっちゃラッシュで、めっちゃ見てんの、人が。その中で、俺に向かって、すいませんでした許してください撮ってませんみたいな感じで土下座しながら言ってんの。土下座しながら撮ってません許してくださいみたいなこと言ってんの。勘弁してくださいみたいな感じで土下座してんの、俺に。で、うーわと思って。恥ずかすと思って。恥ずかしいじゃん、そんなのされたら。で、いやね、つって、お前さ、つって。そこで説教。ちょっとね、女子高生もちょっとね、困惑して、ちょっと電車から降りるかどうか悩んでたんだけど、おいでって言って、手ポッポッポッって、こう。こっちおいでっつって、女子高生に、もうこっち来て、で、お前さ、つって、この女の子の犬もなれよ、つって、お前、ね、思春期で、そういう、の分からんでもないと。男だから俺も分からんでもないけど、それを思っても行動に移すな、つって。ね、つって。お前、本当に、一回痛い目見とかないと、今後、お前、ね、それが、ね、こう、発散、ストレスの発散とかね、そういうのになって、危ない道に進むから、お前は、一回これ痛い目見とけ、つって、土下座してる中ね、お前、ダメ、つって。お前、駅員さん言うから、つって。ほんと、説教して、そこで。お前、一回痛い目見とけ、つって。で、駅員さんがそんなことを話してるうちに、駆け寄ってきたの。土下座してみんな集まってるから。え、どうしたんですかみたいな感じで、来て、いやね、この子がね、この土下座してる子がね、このね、女の子のスカートの中に携帯入れてたんで注意したんです、つって、多分、撮ってるかどうかちょっとわかんないですけども、つって、もしかしたら携帯じくってたんでデータフォルダ消してるかもしれないんですけど、一応引きずらしました、つって言ったら、池井さんが、撮ったのとか言って、そうなのってその男に一応確認するじゃん。そしたら男の子が、撮ってませんっていうわけ。お前、調子こえてんじゃねえぞ、こらつって俺そこでちょっと切れちゃって、おいつって。お前、撮ってたよ、お前、土下座しながら撮ってませんってなんだ、こらとか言って、ね、その、黙っちゃった男の子が、俺が切れちゃったから。そしたら、で、駅員さんが、なんか、すごい、声で、おとなしいトーンで、撮ってなかったら、土下座しないよねっていうか、って言って、で、ちょっとじゃあ、こっち来てくれるとか言って、駅の、その、職員室じゃねえよ。職員じゃねえよ。あ、職員か。役職か。なんだろう。まあ、そこの、駅のさ、改札の近くにある、あそこまで、男の子さん、駅員もう一人来てさ、両脇さ、抱えられてさ、駅員二人に、土下座してさ、なんか、足すくんでたのかわかんないけど、両脇抱えられて宇宙人みたいな感じでさ、両脇抱えられてさ、そのさ、逮捕されてたわけ、逮捕っていうかね、なんかね、こう、拘束されてたわけ。で、女の子に、大丈夫つって言って、はい、とか言って、そしたら、その駅に、その女の子の高校の友達がいたんだよね、女子高生二人。女子高生が来て、どうしたのみたいな感じで来て、あーみたいな感じになって、撮られたみたいなこと言ってんの、イエーイみたいな感じになって、二人でなんか盛り上がってんの。で、とりあえず、お時間大丈夫ですかって駅員さんに言われて、俺も、あ、いいですよ、つって。で、ちょっと聞きたいことが何件かあるんで、一応、一緒に付き添ってもらっていいですかつって。で、女子高生二人、そのね、友達が合流した女子高生二人と、俺一人、行こうと思ったの。そしたら、その電車、そのブーって止まった電車からね、青いスーツ着たさ、すごいかっこいいイケメンのさ、男の人が降りてきて、あ、僕も見てたので一緒に行きますとか言ってくれて、あ、もうこれで確実に、ね、黙認が二人いるから、お大丈夫だと思って、で、そのまま、俺がお願いしますとか言って、ありがとうございますって、そのままの、手術来たイケメンとさ、ブーって言って、
歩いてその駅のね階段登って上にね駅のとこに行ってる時にさ、その男の人にさ、いや僕も見ててね注意するか迷ってたんですけどね、あなたが言ってくれてよかったですよつって言って、僕座ってたんですけどとか、ちょっと見えづらい位置だったんでちょっと確認もできなかったんで行くかどうか迷ったんですけど、やっぱ差し込んでましたよねとか言って、あ差し込んでましたとか言って、あ来てくれてありがとうございますとか、いえいえとか言ってなんか会話しながら上登ってて、イケメンの鈴の人とで駅員さんが出てきて、どういう状況でしたかってその状況を全部説明して、で説明した後に、で一応その連絡先いただいてもよろしいでしょうかとか言って、もしかしたら連絡行くね女子高生の、その女子高生の方からお礼のお電話とか行くかもしれませんのでとか言って、であ分かりましたって電話番号を教えて、でスーツの人も教えてて、で、あ、じゃあ、これで大丈夫ですので、すいません、お忙しい中、とか言って、お仕事ですよね、とか言って、あ、そうなんですけど、あ、大丈夫ですよ、つって。早めに出てたから、ちょっと余裕あったの。で、大丈夫ですよ、つって。で、次の、ね、電車乗り上げと思って。で、行こうと、改札行こうとしたら、改札から出ようとしたの、そのね。そしたら女子高生がパッパッパッて来て、ね、さっきの女子高生がさ、友達としてネットンドットンで来てさ、本当にありがとうございましたとか言ってね、もうすごいなんかメイクとかマスクしてたけど、メイクしたからバッチリしてすげえ可愛い感じのギャルの女子高生だったので、当時俺も21か22でしょね、ちょっとうわすげえ可愛いとか思うでしょ思ってでもこっちは大人ですからね、もう社会出てますからこうね、学生とは違いますからね、音楽聴くのもいいけどね、後ろとかやっぱ気にして変態が多いからこの季節ね、春先だったかな、うん、この季節変態も多いからね、後ろに気をつけて、夜道とかも気をつけて歩くんだよって言って、すげえいいでしょ、かっこいいでしょで、はい、ありがとうございますプーとか言って、ありがとうございましたとか言って、じゃあねとか言って、すげえかっこいい、ちょっとかっこつけてさ、あれあの人キャーみたいな感じに持ってこうと思ってなんなかったんだけど、で、会室から出て、でそのまま電車に乗ってさ、で、まあ、仕事は行ったわけ。したらさ、後日電話があって。なんで、で、まあ、女子高生から、電話が、と思って、ちょっとニヤニヤね。もしかしてかかってくるかもしんねえじゃん、女子高生から電話が。ね。で、こっから、繋がる、あれもあるかもしんないじゃない。でもないけどね。で、まあ、その、職場ついてさ、まあ、いろいろやって。で、そしたら、そのさ、何時間後かな ?1 時間後ぐらいにさ、電話かかってきたら知らない電話から。おい女子高生おいと思って、ピーって乗って出て、もしもし仕事中だったけど暇だったからピーって出て、まあ、ね、スタイリストだったから。で、ピーって出て、もしもし、もしもし、って言ったら、あ、すいません、駅員のものなんですけど、と思って、おいと思って、駅員かいと思って。だけど、なんでかなと思って、あ、はいとか、なんか、聞きたいことありましたとか言って、なんか、気忘れたことありましたって言ったら、いえ、一応ご報告というか、一応ね、心配、ご説教されてたというかね、熱弁されていらっしゃったので、一応確認というか、一応知らせておきましょうと思ってとか、善意で電話かけてくださったんです、その駅員さんが。で、その後なんですけど、その男の子なんですけども、その日に、なんで、女子高生のスカートに携帯は入れてたのかって聞いたら、入れてましたと。認めましたと。ああ、よかったです。って。なんで入れてたかと申しますと、一応データフォルダとか確認したところですね、なかったんですね、写真が。もしかしたら消したのかもわかりませんけれども、なかったですね、って。で、撮ったのかって聞いたら、撮ってはいないと言うんですね、って。じゃあなんで、携帯を入れてたのかって言ったら、そのさ、携帯のさ、画面の反射あるじゃん。鏡みたいな。ね、ま、携帯さ、真っ暗にしてると画面反射するでしょ。それを鏡代わりにして女子高生のパンツ見ようとしてたんだって。バカでしょ。バカでしょ。その反射を利用してさ、女子高生のパンツを覗き、こうとしたところを捕まったって、俺にね、声かけられちゃったみたいな感じで。だから、一応、今回は本当に初めてだということで、なんかすごい、ね、怖がってたというかね、どうなるんだっていう感じで、そわそわしてたので、もしかしたら初犯かもしれないので、これからはそういうことには気をつけますようにということで、で、言って、
その日に親御さんにね、やっぱ未成年ですよ、親御さんに迎え来てをいただいて、お父さんお母さんに事情を説明したしてて、かわいそうだよね、高校生。お父さんにお母さんにさ、パンツで、まあ、トラストマガイのこと言ってましたって、お父さんお母さんに説明して、お父さんお母さんがすごい叱ってたんだよ。で、叱ってて、で、その日は帰りましたと。学校だったのに、学校だったらもう行く気なくなっちゃったんだろうね。もうその日はもう親御さんと一緒にもう帰宅したらしい。っていう電話がさ、ああ、画面暗くなっちゃったごめんね。で、教えてくれてさ、そんなこと。で、まあね、まあ女子高生から電話はありませんでしたよ。まあもちろんね。うん。もちろんありませんでしたけどもね。駅員さんがさ、もしかしたら女子高生の方から俺の電話が行くかもしれませんのでとか言って言うから、ちょっと期待しちゃったらさ、若いからね、もう俺はね、28だから、今はもうそんな女子高生なんかおいって思うんだけど、当時はね、21とか22だったから、ね。うん。っていう話よ。うん。っていう話だったんだよ。だからね、これ見てる女性の方もね、夜道とかね、電車乗って通勤してる方は、ね、気をつけて、後ろも確認しつつ、もしかしたらね、そういう鏡で覗かれてる可能性もあるから、そういうのは気にした方がいいですよっていう、お話よ。はい。ごめんなさいね、なかなかと。じゃあ、クーさんの光のハンマー作っていきましょうよ。ね。よっしゃ。まあ、でもね、いや、むずいね、ほんとに。はい。光のハンマーじゃねえよ。光のハンマーでフライパンを作っていきましょう。ね。奇跡も作ったことねえのって話だったもんね。多分作ってんだろうけど、多分失敗してたよ。はい。それ買ってきました。よっしゃ。クーさんに100万以上だよ、ね。クーさん俺に100万以上さ、やってくれてんだから、俺も、クーさんにも何かお返しを。必殺来いや、必殺。そうだ、必殺来いよ。必殺来りゃ、おっさん、生きるべ。はーい。ふえ！よし！でかい！これはでかいよ！ごめんね、声でかくて、ちょっとごめんね。びっくりしちゃった方、ごめんなさい。よし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 。これはでかい、これはでかい。一番下ハマったのはでかい。よし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 。で、次が、140度。なんだけど、一回火力上げしていい？これ一回火力上げして、一回撃たせて。それで1800度で、1800度で会心のあれが出るから。よいしょ。さあ、ここか。ここ狙い撃ちしてもいいんだよな。よいしょ。まあ、シュピーンだったら入ってた。うん。だから今、賭けに負けたんだよね。完全に賭けに負けた。あれが入ってりゃ、もう。だから本当にね、運なんだよね。確率の問題。まあ、入ってれば、ピキンってね、星さんいけたかもしんないけど、ここでね、運命が分かれたかもしれない。俺が拾えるか拾えないかで。はい。やべ、熱風殺しだったね。間違えちゃった。間違えちゃった。まあいいわ。これ4連打ちして、右下を入れる。シュピンシュピンよし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 悪くない悪くない。で、1600度でもう一回開始のやつが来るから、悪くないよ悪くない。悪くない今回悪くない。ただもう集中力85しかねえから、85で5号でしょ。もう、あんまり使えないよね。うん。あんまり使えない。狙い撃ちとかあんま使えない。これ16じゃん、消費。斜め撃ち。で、ちょっとね、稼いでいくしかないよね。よいしょ。そこに会心率来たか。これは、また斜め撃ちをして、もう会心狙うしかない。うん。これで斜め撃ちして会心狙うしかない。これ会心入ったらラッキー。うん。これで狙い撃ちしちゃうともう足んなくなるから集中力。
ここでもう、入るか入らないか、かけ。よいしょ！あっ！むずくね？てかなんで必殺来ねえの？マジで。勘弁してほしいよ、ほんとに。いや、そこに来んなや。いやー、きついねー。いや、難しいよ。これで冷やし込みしないとちょっと過ぎちゃいそうな感じするよな。大丈夫かな。ね、一回冷やし込みして、まだ20余るからこれで手加減打ちして入れよう。確実に失敗は許されないから。いや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 、そっか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 、これね、手加減打ちでね、ギュンってなっちゃったらもう終わりだわ。これ失敗だ。これうわっ、いやー、成功した。もう成功しただけいいわ。ね。成功しただけいいわ。きちいわー。ほんときつい。マジか。できねえな。そんなね、簡単にできるはずねえか。ね、俺が甘かったわ。ね。むずいんだね。控えのフライパンとかってさ。じゃあ、このね、星1のフライパンは、オサさんに送ろう。オサさんも料理職人だから。これね、いつもお世話になってっから、オサさんに送るわ。はい。これ、ではこの荷物をオサさんにお送りしてよろしいでしょうか。はい。オサさんにプレゼント！よかったね、オサさん！オサさんリアフレだからね。おささんね、結構ね、あれくれたりとかすんだよ。料理とかくれたりしてたのに、俺お貸ししてなかったから、ね。これおささんにあげましょう。ね。で、ちなみにさ、星なしのさ、フライパンもさ、いくらで売れんのこれ。星なしと星1。あ、それでも12万なんだね。星なしでもね。これは星1。まあ、変わんないよね。じゃあ、星なしは売ろう。ね。星なしは、12万で売ってるね。12万ぐらいで。12万1000ぐらいで。売っときましょう。で、買いに来た。買いに来たよ。フライパン買いに来たんだよ。星さんね。C3 のフライパンを。まあ、30万だし。ね。クーさん100万以上俺に費やしてくれてさ、ほんと申し訳ねえなと思ってっからさ。買ってるし、こいつと思って。買ってるし、こいつって。ね。まあ、クーさん見てくれてると思いますけれども。申し訳ございません。見た通り、私、オールブルー。ね。道具職人、下手くそでございましたので。こちらをお納めください。というわけで、クーさんに、星1のフライパンと星3のフライパンを送りたいと思いますね。全然100万には到達してないんだけれども、申し訳ない。はい。この荷物をクーさんにお送りしてよろしいでしょうか。はい。お送りいたします。では、クーさんね、本当にありがとうございました。感謝しておりますので、こちらをお納めください。100万には本当にね、到達してないんですけれども、はい、申し訳ございません。こんなものを、不出来なものをお送りして、星1の方はですね、バトルステーキとか、その試し打ちとか、なんか、そういう、こまごましたものにお使いください。はい。では、お送りいたします。はい。すいません。すいません。というわけで、今回の動画はここまで。ご視聴ありがとうございました。また、ね、職人なんかあったらちょっとチャレンジしていこうかなと思います。
でもみんな分かったでしょ、道具職人のみんなね、あんな感じで200ね、1000、1200、1400、1600、1800でああいう感じで会心のが出るんで、あそこを狙ってうまく利用してフライパンを作っていくっていうような形、光系統全部ほぼそうなんでね、熱風おろしで150度っていうのが運営さんがよく考えられてて、150度でおろしてあそこに持っていく、それを利用して会心を出していくっていうような感じで、光シリーズは作ってみてください。はい、というわけで今回の動画はここまで。またなんか武勇伝とかね、自分の武勇伝があったら話しながらやろうと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。またねー。